対策としてはディフェンスライン背後のスペースをケアすることですよね。パスが出る瞬間、うわメッシ、メッシからクリスティアーノ・ロナウド、EM ブラックホワイト奪い返します。裏へのスルーパス、シュート、EM ブラックホワイト一旦クリアで落ち着かせます。前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。モドリッチスローインをカットします。マフレス裏へ届くか、ここで受けて、裏のスペースを狙う、スルーパスを出す、ムスタフィ前線へ、この長いボール、ここは通しません。オセカジャックからのスルーパスは通りませんでした。さあカウンターを仕掛けます。狙いましたね。浮かせたボール、どうする、長いボールを振ります。スルーパスを出す、さあクリスティアーノ・ロナウド、激しいボールの奪い合いです。一瞬のクリアですよね。ケインから左へ、ガジェ、裏のスペースへ、とこれはつながりません。モドリッチ、ケインから右へ、スルーパス、いけるか、裏へのスルーパス、チャンスになる、シュート、わずかに右へそれました。ネイマール、今のチャンスはものにすることができませんでした。このボールはカットされます。ここでファウルがありました。裏を狙っていきます。このパス、裏のスペースへ、このボールはつながりません。さあここでカウンター、さあ左サイドへ、さあつながるか、このパスを防ぎます。ムニエ、スルーパス、人たちになりかけたんですけどね。キーパーから前線へ、フィリペ、クリスティアーノ・ロナウド、スペース出ましたね。これをカットします。ファンダイクからケイン、ここで長いホイッスル、前半終了です。前半0対0。
お互いに決め手を欠いた前半のゴールネットを揺らすシーンはありませんでした。攻め際の状況でも攻撃の糸口を少しでも見つけようとしていれば、はい、この後優位に進めていくことができますからね、はい、そういった意識を前半で持っていたかどうかでしょうね。なるほど。 DM ブラックホワイト対 DM ブラックホワイト0対0のまま折り返します。ムニエ、インシーニエ、抜けてくる、裏へのスルーパス、フラッグは上がっていません。中央へ、ムバッペが受ける。このスルーパスは通りません。 DM ブラックホワイトですが、なかなかいい形が作れませんよね。スルーパスを出す、シュート、丁寧に足元を使う、来た、これは DM ブラックホワイト、ここでカードをもらいます。必ず行ってしまいましたね。これは直接狙える位置です。まあ当然キックはいいですからね、チャンスですよね。ここは直接、これはわずかに右でした。ここはすぐ奪い返します。 DM ブラックホワイト、ラキティッチ、これはファウルです。ムニエ、攻撃的なサイドバックです。かわした、そのまま行くのか、来た、チャンスだ、シュート、先制。後半で試合が動きました。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、ここは積極的にボックス内まで持ち込んでゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね、はい、しっかり決めてきましたね。さあ、チームブラックホワイト1対0先制しています。まあこのまま波に乗るのか逆に返されるのか、はい、スタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。ムスタフィ、今のファールは注意だけで済んだようですね。セットプレーのチャンス、決めれば同点に追いつく絶好のチャンスです。ヘディングでした。 DM ブラックホワイト、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ここも固い守りでボールを奪います。 DM ブラックホワイト、メッシからクリスティアーノ・ロナウド、チャンスだ。出してくる、大きく縦へ、ふわっとしたボール、シュートもあります。フリーだ、クロス低い、カゼミロ、縦へのボール、裏を狙っていきます。スペースへ出す、カゼミロ、テイン、DM ブラックホワイト奪い返します。さあ、つながるか、ケイン、
届くか、これはチャンスだ、スーパーポストに当たる。このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどね。フィリペ、デキールからケイン、緩く狙ったボール、ネイマール一旦前を取る、自分で行く、再びスローインです。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。スルーパスを出す、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。柔らかいボール打つか、コーナーキックのチャンスです。これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。 DM ブラックホワイト、いいとこまで行ったんですけど ね、 ですね、まだまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。 DM ブラックホワイト、先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。非常に難しいボールによく触りました。時間かけずに攻めたいですよね。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。いきます、ルーズになる、この柔らかいパス、シュート、来た、決めた、これがダメ押しボールになるのか。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。そうですね、出してと受けての一つ積極的に仕掛けるし、そして今試合終了、2対0、残念ながら負けとなりました。さて北澤さん、今日のゲームどうでしたか？ DM ブラックホワイトとしては後半点を取りに行きましたけども。